はい、どうも待合です。先日はプレゼント企画たくさんのご応募ありがとうございました。また機会があったら、やりたいなと思っていますので、ぜひ楽しみにお待ちください。今見てもらってるのは今年輸入をしたドルセニアギガスのはずがしたものになるんですが、今年輸入元を変えてみてちょっと不安だったんですけれども、おそらくまあ 6,7 割ぐらい発芽してくれるんじゃないかなと思いまして、ひとまず安心しているそんな日々でございます。最近は風の感じも少し変わってきて、春の陽気をねちょっと感じる、まあ20度超えた日とかもあるんですけど、まあちょっとずつちょっとずつ屋内のパキポディウムなんかもうちの方では起きてきております。今見てもらってるのは未生2年のグラキリスになるんですが、最近花芽が上がってきていて、この瞬間がまあ一番嬉しいですよね。はい、ということで今回はですね、またちょっと告知の動画になるんですけれども、私初めて開墾植物屋さんとして出店をすることになりました。概要欄にも詳細はもちろん貼っておくんですが、3月10日の日曜日、10時から16時だったかな、東京都五反田 POC ビルというところで、ビッグバザールというイベントに、私出店しますので、もしお時間が合う方がいましたら、ぜひとも遊びに来ていただけたらなと思いまして、今回動画を撮っております。まあ、具体的にどんなものを持っていくのかとか、まあ、値段がどれぐらいなのかっていうことをちょっと知りたいかなと思ったので、今こうやって動画を撮っています。で、今回はドルステニアギガスの未生、何回もまあ動画で取り上げているものなんですけれども、この辺の未生株を大量に持っていこうと思っています。で、値段はだいたい5,000〜6,000円から1万円ぐらい。今見てもらってるのはまあ一番いいグレードのものですね。まあ1万円ぐらいで出そうと思ってるグレードのギガスの未生になります。まあその一番いいグレードって何なのかっていうと、まあうちの方では樹形だったりとか開墾部分のサイズだったりとか、そういったものを基準として値段を決めています。まあ、見てわかる通りだいぶ仕上がっております。だいたい開墾部分 5,6 センチぐらいかな、まあ、4,5 センチぐらいかもしれないな。もうこれで十分仕上がってる株になりますので、まあ、鉢植えをね変えて、楽しんでいただけたらなと思っています。本当はねこの辺のいいのは取っておこうかなと思ったんですが、まあなんかあんまり大きいのもね家にあっても展示するのが難しい方も多いと思ったので、これぐらいのサイズで持っていこうと思いまして、今回出品することに決めました。高さはだいたい20センチぐらいかな。この真ん中のは結構背丈があるんですが、この左の株なんかは16、7センチぐらいですね。この株は自分の一番のお気に入りでございます。ぜひ手元に取って見ていただけたら嬉しいです。で、次のグレードというか、まあ値段でいうと8,000円、9,000円台で出そうかなと思ってるのがこの辺のギガスになります。まあこれはこれでめちゃくちゃいい仕上がりではないでしょうか。まあ少し開墾部分の太さであったりとか、まあ樹形の部分で一個下にはしたんですけれども、十分にポテンシャル持ってる株たちばっかりなので、これはこれでめちゃくちゃかっこいいと思います。これなんか自分は結構好きで、脇芽がかなり上がってきてるので、この辺がビューと伸びてきたらいい仕上がりになるんじゃないでしょうか。まあ、真ん中の部分をね落として開墾部分育ててもいいんですけど、これ多分そのまま伸ばしても十分かっこいいかなと思います。で、その次のグレードがこの辺になりますね。まあもちろん1万円台と比べると少し見劣りはするんですが、十分ポテンシャル持ってる株たちを持ってきますので、ここからしっかり育てていきたいという方にはこの辺がおすすめです。まあ大体まあ7,000円ぐらいで出そうかなと思っています。開墾部分は結構太いのが多いです。7000台の株でも十分3センチ以上ある株たちばっかりなので、まあ、生で見ていただけたら嬉しいです。で、この辺が多分一番ちっちゃいサイズ感ですね。まあ、出しても 5,6 千円ぐらい。まだちょっとどれぐらいの数持っていこうか悩んでるんですけど、まあ、これはこれでこっからゆっくりゆっくり育てる楽しさみたいのもあるので、ちょっと数はあんまり持っていけないと思うんですけれども、まあ、この辺持っていくとしたら 5,6 千円台で出しますので、ぜひ楽しみにお待ちください。まあ、ギガスの生育方法であったりとか、何かこうね、まあ人によって育て方も違うと思いますので、何かこう疑問点がありましたら、
直接会場で僕に聞いていただけたら何でもお答えしますので、その辺もよろしくお願いします。結構どれもいい株に仕上がっていて、それぞれ、まあ、植物の良さでもあるんですが、それぞれに個性があっていい株たちばっかりだなと自画自賛しております。だいたい60、70株ぐらい持っていく予定なので、結構いろんな株を見ることができると思いますので、楽しみに足を運んでいただけたら嬉しく思います。ドルセニアギガスはだいたい 5,6 千円ぐらいから1万円ぐらいで出そうかなと思っていますので、楽しみにお待ちください。その他の株の方もですね、ちょっと紹介をしていきたいなと思います。まずはムルチフィズム、これは未生2年ぐらいの株なんですけれども、ちょっとムルチはこの株ぐらいしか持っていくことができないんですけれども、これも1万円ぐらいで出そうかなと思っています。今ついてる種はおそらくついてないと思うんですが、もしこのままついてるようならこのままの状態で持っていこうかなと思います。まだちょっとね、頼りない部分もある株なんですけれども、十分に大きくなってきていますし、今年は種の数もかなり取れている優良株なので、この辺も楽しみに見に来ていただけたらなと思います。あとはパキプスは根差しを持っていこうと思ってます。これぐらいのサイズ感で、ある程度葉っぱとか枝がこう展開しているのを持っていこうと思ってます。この辺はだいたい 4,000 円ぐらいで出そうかなと思います。あとはですね、カクチベス、パキトリウムはちょっと起きてない株ばっかりなので、今回は結構見送りしようかなと思うんですが、カクチベスは全然元気で、もう花もだいぶ上がってきてるので、この辺の未生3年ぐらいのもうかなりこう出来上がってる株たちを 4,000 円ぐらいで出そうかなと思います。あとはですね、センナはこれぐらいのサイズ感、 3,000 円ぐらいで出そうかなと思います。まあ、これから春から夏にかけてだいぶ成長すると思いますので、今の段階でしっかり起きている株をちょっと選んで持っていこうと思っています。はい、これはこれでもうだいぶね、いいポテンシャルを持ってる株たちなので、この辺も楽しみにお待ちください。あとは冬型ピグマイアですね、この辺の未生株を、この辺は20株ぐらい持っていこうかなと思ってます。まだ花はつけてないんですけれども、順調に育てば今年の秋口に咲くんじゃないかな。この辺のピグマイアも3000円ぐらいで出そうかなと思っています。あとは冬型ユーフォルビオイデスだったりとかクラビフォリアを、持っていこうと思ってます。まあ、なるべくいいものをね選んで、この辺の株たちは全部2000円台で出そうと思っていますので、ぜひ手に取ってみてもらって、なるべくねいい株を選んで持っていきますので、ぜひギガスと一緒に買っていただけたら嬉しく思います。この辺クラビフォリアですね。はい、冬型もねもう少し経つと、まあ、冬眠しちゃうんですけれども、この辺の株持ってきますので楽しみにお待ちください。本当はねこの辺のペニクリナムだったりとか、まあ、ムルチだったりとか、割とね皆さんが欲しくなるような株を持ってきたかったんですけれども、ちょっとこの辺はまだ、安定してない部分もあるので、まあ早ければ今年の秋口に出そうかなと思っています。ということで、まあ、今回も告知の動画にはなりましたが、今回はドルステニアギガスをメインで出そうと思っています。いよいよ来週日曜日3月10日なので、まだスケジュールの空いてる方、ぜひ僕が育てているドルステニアギガスを見に来ていただけたらなと思います。何か質問等ありましたらぜひ連絡ください。それではまた、バイバイ。